こんにちは。マルバンパナリティカーの翔田です。私は、稽古 X 線装置や X 線解析装置を主に担当しております。よろしくお願いします。このシリーズでは、弊社 X 線解析装置、エアリスの紹介をしていきます。今回は装置の使いやすさにフォーカスしていきます。こちらが今回お伝えしたいことになります。 一つ目は立ち上げが早いこと。二つ目に装置の操作をタッチパネルで行うこと。三つ目が測定資料を外部ローディング方式でセットすることです。それでは順番に見ていきたいと思います。こちらは装置の立ち上げの動画になります。ボタンを押すだけで装置が立ち上がり、装置のイニシャライズも含め、 X 線の電圧と電流値も自動的に規定値まで上昇させることができます。一部動画は早送り再生しております。今回はデモ機能装置で規制環境のソフトを入れていますのでパスワードを入力する必要がありますが、そうでない場合はユーザー名とパスワードを入力する必要がありません。弊社の環球はガラス環球ではなく高性能セラミックス環球を使用しているため、 待機時間は必要なく、規定の電圧値と電流値になればターチに測定が可能です。デモ機の場合は 40kV と 15mA になっていまして、もうすでに 40kV と 15mA になっていますのです、この状態でも測定が可能になります。動画を見ていただきましたが、こちらのタッチパネル横の電源を押すだけで起動し、 複雑な構成は一切ありません。ちなみに、鍵は X 線のオン・オフです。外部冷却水は必要なく、冷却は内部循環水のみで行われます。サンプルの測定に関しては、装置に付属しているタッチパネルで完結することができ、非常に簡単です。 サンプルをセットした後はタッチパネルで測定プログラムを選択しサンプル名を入力し測定を仕掛けることができます装置に付属していることで PC 操作をすることがないので手間がかからならず迅速に測定ができます測定中はスペクトルもタッチパネルでリアルタイムで確認することができますわずか 3ステップで測定が仕掛けることができます。まずは外部ローディングにサンプルをセットします。次にタッチパネルでプログラム選択とサンプル情報を入力します。その後、測定を開始します。これらの3つのステップのみでサンプルの測定をすることができます。3つ目の特徴は外部ローディング方式です。 装置のカバーやドアを開けて、中の X 線管理区域内に入ることがなく、サンプルをセットすることができ、安全です。サンプルチェンジャーがある場合は、最大6個サンプルをセットすることができます。外部ローディング方式ですので、他のサンプルの測定中に資料の追加や変更が可能で、とても便利です。 こちらは測定から結果の確認までの一連の流れの動画になります。それではご覧いただきます。こちら、サンプルをセットしまして、タッチパネルで操作し、測定をします。測定中は、このようにタッチパネルで確認できます。測定が終わりましたら、このように解析ソフトで解析します。まとめになります。 じゃあ、ファースト、早いんですね。電源を入れた後、1分30秒後に測定が可能になります。また、外部冷却水が不要ですので、管理がとても楽です。時間と手間の短縮につながります。easy、簡単ですね。タッチパネル操作。装置内で測定、スペクトル確認ができ、測定時間が短縮できます。カラーセーフティ外部ローディング方式ですね。 X 線管理区域に入る必要がないので安全です。からハンディ、使いやすさですね。サンプルチェンジャーについてです。チェンジャーオプションでは、サンプルを測定中に追加したり、入れ替えたりすることが可能なので、とても便利です。最後に弊社の X 線解析装置、エアリスの位置づけを説明して終わりたいと思います。 弊社の X 線解説装置エアリスはちょうど背置き型 XRD と卓上型 XRD の間に位置しており、弊社ではコンパクト XRD と呼んでいます。背置き型 XRD は多機能で反射、透過、温度湿度,湿度可変、微小部、白膜、昇格散乱などの測定ができるのに対して、卓上型 XRD では機能を最小に絞って反射測定のみにすることが多いです。 その中間であるエアリスは、単機能の卓上 XRD ではなく、透過や薄膜測定といった測定もすることが可能になっており、かつ、背置き型 XRD よりもスリムで小スペースな装置です。今後エアリスに特徴的な他の機能などを詳しく紹介していく予定です。ご清聴いただきありがとうございました。